韓国の女性5人組、ニュージーンズ、ニュージーンズが28日、韓国、ソウルで緊急会見を行った、所属するアドア、アドアとの専属契約を解除することを発表した。写真あり、ニュージーンズの母、民非人氏事務所が代表退任を決定ハイブとの対立を経て、韓国ではニュージーンズが、アドアの親会社であるハイブ、ハイブに対して、 代表取締役を解任された育ての親、ミン・ヒジン氏の復帰を要求したことが大きな話題となっている。今月13日、ニュージーンズはアドアに、これを受け取った日から14日以内に専属契約の重大な違反事項をすべて是正せよと要求する内容証明を送った。是正要求を受け入れなければ、専属契約を解除する予定、とも伝えていた。これについて27日に回答期限を迎え、 5人は緊急会見を開いた。会見では、私たちの要求に応じた是正は全く行われていないとし、このあと29日午前0時をもって事務所との契約を解除すると発表した。契約解除となると、私たちの意思に関係なく当分はニュージーンズという名前を使えなくなるかもしれない、ことも伝え、ただ私たちはニュージーンズというこの名前を放棄することはない。 ニュージーンズという名前を使えるための権利確保に努めてまいりますと説明したアドアは BTS が所属するハイブの傘下4月にハイブと民主の対立が表面化し8月27日に民主の代表退任が決まったニュージーンズがお母さんと慕っていた民主の退任とあって活動への影響を懸念する声が出ていたグループは2022年に韓国でデビュー 昨年までに Spotify での総再生回数33億回超と大ブレイクし、日本未デビューながら大晦日の NHK 紅白歌合戦に特別企画枠で異例の出場を果たした。今年6